素晴らしい。おい、望みを言って。そのロボットの力をいいことに使う計画を立ててくれるといいね。
待って、答えてほしいことがある。お役に立てれば。それはよかった。ポール・ペンブロークはあんたがヘンリー・クックを殺したって言ってた。彼を信じたいと思ってる。ポールが君を使って俺に仕返ししようとしてるとは思わないのか。単に二人とも殺せばいいのよ。どっちかがパパを殺したんだから。必要がなければ人は殺さない。あんたに関しては分からないけど。ねえ、ちょっと待ってて。縛られてさえいなかったら。これはよくないぞ。入りな、面倒見てくれ。これでちょっとマシな見た目になったの。こっち。私は。もう終わったかな。トラブルはごめんだ。少なくとももうこれ以上は。ちょっとしっかりしなさいよ、臆病者。どうでもいい。俺は華奢なんだ。終わったか。まあこれくらいで済んでよかったかも。へえ、知らない。結構いいパフォーマンスだと思ったけど。ハイにでもなってるのかよ。まあ聞くまでもなかったか。もちろんハイだ。それでも勝ちそうだったじゃない。そうでしょ。ハイになって注意力が散漫になってる。それが負けた理由だ。もちろんそれについてはもう心配しなくていい。こいつのせいでもう廃業だろうから。キスしてほしいか、それともこのリトルバードに自分の腹渡を食われたいか。その呼び方はやめろって言ったでしょ。この場所はなんだ。この辺の出身じゃなさそうだな。ここはコンバットゾーン、連邦で一番のアリーナ。このケイトは花形スターだ。100戦以上不敗だ。以前はもっとちゃんとした客を扱っていたんだが、2年くらい前にレイダーのギャングが転がり込んできたせいで閉鎖的な施設になってしまった。お前らが顧客を全員殺して廃業にしてくれた以前の話だがな。廃業ってどういうことだ。起業できるタイプじゃなさそうだな。
あのバカな客たちを楽しませていることで金を稼げてたんだ。一体これからどうすればいいっていうんだか。あいつらが何なの？また別の客が来る。ちょっと一休みすればまた再開できる。一休み？は？もっと薬を打ちたいのか。いやいや待てよ、これは見方を変えればきっといいことなのかもな。試合の最後の方は見れただろう。ケイトの仕事ぶりはどう思った？なんでそんなことを聞く？職業上の好奇心と思ってくれ。さあ、さっきの試合はどう思った？ケイトは明らかに才能がある。そうでしょ、才能を見抜ける人もいるものね。お前に才能があるかどうかなんて今はどうでもいい。これは厳しい状況だ。突然客を失ったんだ。客がいないということは金も入らないということだ。金を生み出せないんなら、リトルバード、お前は資産じゃない、負債だ。俺にとってもお前自身にとっても。だからこうしよう、お前に契約を引き継いでほしいと言ったらどうだ。ケイトに一緒に行かせて護衛をさせる。この場所を元に戻せるまでの間、頼みを聞くと思ってもらってどうだ。私がこの人と？なんでケイトを連れて行ってほしいんだ？そうなの？ただ聞きたいんだけど、一体なんで行かせたいの？本当のことを言うと、こんなことをやってたらお前がなまってしまうからだ。それにお前が戦っているのにこっちは実況をやるってのももううんざりだ。分かったか？だから頼みを聞いてくれ、二人とも。お願いだ。ケイトがどう思うか聞きたい。発言権はあるの？契約では発言権はない。それに本気でここに留まりたいか？客もいないのに、金もない、話をするやつさえいない。ああ、なるほどね。そういうことだ。ということでケイトは大丈夫だ。さあどうだ。いいよ、護衛してくれる人は必要だし。よし、じゃあ決まりだ。それとほら、これを持って行って、最後の試合の金だ。やっつけてくれたお礼だ。ちょっと待って、私がいなくなったらこれから何をするつもり？心配しなくていい。この場所を立て直してもっと血の気の少ない客を探したりするかもな。さあ早く出て行け。もう歓迎はしてやらないぞ、リトルバード。本当に嫌なやつなんだから。自覚はある、トミー？言われなくたって分かってるよ。じゃあ出発したくなったらまた来て。檻の両端に動物がいる。やあケイト、出発の準備はできたか？そっちに寄るよ、準備はできてる？どうかな、ここでチンタラ待っていると役立たずな気がしてくるわ。さて、冒険の旅に出かける準備はできた？いつでも。そろそろこの場所を出ていく時だ、行こう。じゃあケイト、まだ誰もあなたを埋葬してなかったわけね？まだよ、でもトライしてないわけじゃない。おい、きっとその価値があるよ。ここを抱きたいんじゃないかと思って。